compared to a summer day. お掃除もできるっていう。やめろ。これはこうちゃんが常連さんからいただいた。常連さん、友達にしてもらっていいですか？お客さんとしてしか見てない。お友達がくれたこのノースフェイスの靴下です。めっちゃねあったかいんですよこれ。こんな感じになってて、もえちゃんとレイナちゃん。レイニ。エイミちゃん、レイミ、ラリルレイミ。腹立つわ。ラリルレイミ。あの二人とも同い年みたいなんですけど、ありがとう。最高です。取っ手のところもがっしりねギュッて掴めるように設計してもらいました。ビーナーなんて熱くないの？熱いよ。あったかいのってそれ脱ぐんじゃダメなんじゃない？え、耐熱なんだよこれ。そうなの、うん、すごっ。ありがとう。男性の方もあのちゃんとがっしり掴めるぐらいのここ幅があるので、なんかさちょっと取っ手ちっちゃいやつとかあるじゃん。でもなんか作業中にさパソコンとかこうやってわーってやってて、いちいちその穴をめがけて作業中でもなんかノールックであのガッて掴んでグッて飲めるぐらいのなんかストレスフリーな感じがいいなと思って。まあその勢いでメイクも完成させようかなっていうところなんですけど、今日のメイク、メイク、メイク。あー熱々だよ。この下地はね、友達もめちゃくちゃ大絶賛してるクレドポーポーテです。あとね、コスメをすごい研究してる友達がくれた下地なので、もう間違いないやつです。ツイッターでも結構ね、バズり下地ですよね。ディメンショナルビジョンアイパレットアリー4。左上のこの紫が好きで、わかりますかね、こっちの際につけるっていう。やばい、なんかニキビすごいできてる。絶対忘年会のせいだ。とりあえずそんな感じでした。今からちょっと支度をして、ちょっとお買い物をして、忘年会に行っていきたいと思います。こちらのマグはあの概要欄からチェックできるので、ぜひ見てみてください。多分街中でね見たことあると思うんですよ。あのトゥデイズスペシャルとか私もよく行くんですけど、そういうところとかにセレクトされていたりとかするので、他にもね可愛いアイテムたくさんあるので、ぜひ見てみてください。
行ってきます。見て、ハヤシライス、カツカレー、カリーリュースとしましょう。スペシャル頼む。履歴見れば。注文履歴。スペシャルショー。と普通のことだね。頼んでました。はい。頼んでますか。はい。あ、じゃあもらってみます。はい。そしたらこっちに名刺があったのね。はい、カンパーン。お疲れです。ゆうたしよう。いや、もうまだ入れてる。いいっすか。うわっ、ウィンナーついてる。しかも俺は大好きやもん。言ってたな。優しい。同じ表情だったんですなんか海外来た気分で、何年か、うん、美味しい。あれの味するね。うん、すごいお気に入りやね。うん、もうここにしてよかった。来ちゃいました。すごい。ありがとうございます。あ、どうも。おー、ありがとうございます。特大カツカレー。この店舗はこちらです。銀座ライオン。銀座ライオンいいね。やっぱり美味しい。 PR? やっぱり美味しいんです。表参道はどうやって行くねんですか。表参道はここ良かったね。ここくらい長野屋さん、父ちゃんが撮ってくれた。渋谷まで出て銀座線かな。可愛すぎる。キュンキュンキュン。かわいい。見て、こうちゃん。カメラ見て。